ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今後の世界はヤバいかもしれないな。どうしたの魔理沙？実はある預言者が、今後の日本に大きな災害が起きてしまい、その結果日本が、崩壊すると予言しているんだぜ。え、災害、最近は地震が多く発生しているから気になるわね。それで、その予言をしている人物は誰なの？その人物はブルガリアの予言者である、ババ・バンガさんだぜ。バンガ、初めて聞いた予言者だわ。そうか、それじゃ。今回はバンガについてと、日本を襲う大災害に関する予言を解説していこう。よろしく。まずはバンガとは、どんな人物なのか解説していくぞ。バンガの画像を見た感じだと、アジア系のおばあちゃんというイメージだね。確かに否定はできないが、バンガは先ほども言ったように、ブルガリア共和国出身の予言者なんだ。また、彼女の予言は高い的中率を誇っていたことから、多くの著名人から高い評価を得ていた人物なんだ。著名人ってことは芸能人などが多かったのかしら？いや、芸能人だけではなく、政治家、王室関係者が多かったと言われているな。え、政治家とか王室がバンガの予言に関心を持っていたなんて、すごいと思うわ。そうだな、政治家の中には第二次世界大戦で活躍した、ドイツの国家元首が、バンガに戦いについての予言を、聞きに来たと言われているからな。第二次世界大戦中のドイツの国家元首って、もしかして例の人だよね。そうだぜ、いろいろな事情で名前は出せないけど、いろいろと世界に名前を残すことになったあの人だな。なるほどね、あの人は予言とかを気にする人ではないと、勝手に思っていたから意外だわ。確かに少し意外だよな。また、バンガの予言は先ほども言ったように、的中率が高かったので、ブルガリア共和国政府は、バンガの予言内容を国家機密として扱っていたそうだぜ。予言が国家機密になるとかすごいわね。その件についてさらに具体的に言うと、バンガの死後にブルガリア共和国が国家機密にしたと言われているんだ。亡くなった後に、予言が国家機密になった理由は何かあるの？それについては、詳しいことは分かっていないな。だけど、一般的な考察では、バンガが行っていた予言の内容が当時の国際情勢において、発表できない内容があったからと言われているんだ。なるほどね、確かに発表できない内容があるなら、国家機密になってもおかしくないわね。それで、バンガはいつ頃に亡くなってしまったの？バンガは、1996年8月11日に亡くなっているぞ。結構昔に亡くなっていたのね。それで、どうして亡くなってしまったの？死因は乳がんが原因だと言われているな。なるほどね、それで気になることがあるんだけど、バンガはどうして予言ができるようになったの？バンガが予言をできるようになった理由は、12歳の時に失明してしまったからだな。え、どうして失明してしまったの？それは、バンガが12歳の時に、嵐に巻き込まれてしまい、巻き上がった砂が、バンガの目に直撃したからなんだ。そうだったのね、でも、そのことがきっかけで予知能力が身についたんだね。その通りだぜ。それで、バンガはどうやって予言を行っていたの？バンガの予言の方法を、彼女は次のように語っていたな。私には普通には見えない生き物が、私に対して予知夢を見せてきます。その予知夢を見ることによって、予言を行うことができるのです。え、人間の目には見えない生き物って一体何なの？それは現在でも詳しいことは分かっていないぜ。だけど、その生き物についてバンガは、次のことを語っているぜ。私に予知夢を見せてくる生き物の正体は、はっきりとは分かりませんが、おそらく、神の使いではないかと思っています。なるほどね、神の使いがバンガに予知夢を見せているのね。それで、バンガはこれまでにどんな予言をしているの？たくさんあるので、順番に解説していくことにするぞ。まず、最初は第二次世界大戦の勃発だぜ。この予言内容は的中していると思うわ。でも、予言の内容は的中しているけど、世界大戦が勃発するまでの経緯は、予言していなかったの？残念ながら、そのことに関して詳しいことは分かっていないぜ。だけど、バンガが第二次世界大戦が勃発する前に、予言を発表していたことは間違いないと言われているんだ。なるほどね、それで、その他の予言の内容は、どんな内容があるの？数が多いので、的中している予言を一気に紹介していくぜ。了解。チェルノブイリ原発事故、米ソの冷戦終了とソ連の崩壊、ダイアナ妃の死去、クルスク原子力潜水艦事故、アメリカ 9.11、スマトラ島沖地震、オバマ大統領の誕生、東北地方太平洋沖地震と、福島第一原子力発電所事故、イスラム国による世界に対する影響だな。かなりの数の予言を的中させているんだね。それに、バンガが亡くなった後の予言まで、的中させるのはすごいわね。それで、バンガはさっきの予言を、どのような言葉で残しているのかしら？かなり特殊な言葉で残しているな。具体的に言うと、次の内容だぜ。アメリカで鉄の鳥が双子に衝突して、大勢の人々が死ぬ。
これは一体どんな予言なの？これはアメリカ 9.11 のことを予言している内容だぜ。具体的に言うと、鉄の鳥が飛行機のことを指し、双子は飛行機がぶつかったビルを指していると考えられているぜ。確かに言っている内容はなんとなく理解できるけど、予言の言い回しが特殊だね。別の予言内容はどんな感じなの？別の予言の内容は次の通りだぜ。第44代アメリカ合衆国大統領は黒人。この予言内容に説明はいらないわね。なぜなら、アメリカの第44代の大統領はオバマ大統領だからね。確かにバンガはこの予言を的中させているけど、別の予言では、オバマ大統領で、大統領制は廃止されると予言していたんだ。え、そうだったの。つまり、片方の予言が的中して、片方の予言が外れたということになるわね。そういうことだぜ。また、バンガは第45代大統領には、興味深い予言を残しているんだ。それはどんな予言なの？第45代のアメリカ合衆国大統領は、未知の病気に屈するだろう。この病気は大統領の耳鳴り、難聴、外傷性脳損傷を引き起こすだろう。オバマさんの次の大統領はトランプ大統領だけど、トランプさんはそんな病を抱えていたのかな？持病があったことは明かされていないが、コロコロに感染していたな。確かに感染していたね。でも、少し予言の内容とは違うけどね。まあ、そうだな。ただ少し話はそれるけど、アメリカ合衆国の歴代大統領の中には持病を隠すことがあったと言われているんだ。具体的に言うと、ケネディ大統領は内臓疾患や重いアレルギーを抱えていたと言われているぜ。え、それは全く知らなかったよ。それじゃ、話を戻して次の予言の内容を解説していくぜ。ヨーロッパは2016年までになくなる。この予言は完全に外れだね。そうだな、正しい解釈によっては、的中しているとも言えると思うぜ。具体的に言うと、2020年にイギリスが EU を離脱しているので、おそらくそのことを予言していたのではないかと、考えられているんだぜ。でも、予言されている年数が違うけどね。確かにな、だから、先ほど解説したバンガの、的中した予言の項目から、この内容は外していることになるな。なるほどね。それで気になるのは、最近のロシアとウクライナ問題に、関する予言なんだけど、バンガは何か予言していないの？ウクライナについては予言していないけど、ロシアについては予言しているな。バンガは現在のロシアについて、次のように予言しているぜ。氷のように全てが溶ける、そして一箇所だけ手つかずの領域が残るだろう。それはウラジーミル、ロシアの栄光である。多すぎる犠牲者が出るが、誰にもロシアを止めることができない。ロシアが全てを取り去ってしまうだろう。全てが取り去られた後は、ロシアは残るだけではなく、世界の覇者となるだろう。この予言の内容は一体どういうことなの？解釈は人によって異なるけど、まず、この予言がロシアのことを指していることは間違いないぜ。それはなんとなくよくわかるよ。それで、おそらくロシアが核兵器を使って、世界を滅ぼそうという意味の予言だぜ。なるほどね。それでウラジミールとはどういう意味なの？それはプーチン大統領のことだな。プーチン大統領の本名は、ウラジミール・プーチンだからな。じゃあ、プーチン大統領が核を使うってことになるの？そうだな、それに関しては何とも言えないな。だけど、予言を信じれば、その可能性は高いと私は思っているぜ。また、この予言に関しては続きがあって、バンガは次の内容を予言しているんだぜ。ロシア政府はプーチンの失脚を狙うが、失敗に終わってしまう。確かに一説では、ロシア国内でプーチンの失脚を狙っている説があるわね。そうだな、今後のロシア国内の動向によって、バンガの予言が的中する可能性があるんだぜ。確かにそうだね。それで、バンガは予言以外で、何か気になる話を残していないの？あるぜ、正確に言うと予言ではないけど、ある歌手の死を、バンガは見抜いていたと言われているんだぜ。予言だけではなく、人の死に目を見抜けるなんてバンガは恐ろしい女性だと思うわ。確かにな、それでこの話を具体的にすると、1976年にユーゴスラビアの、歌手、女優として活躍するシルバーナ・アルメンリッチが、バンガの元に訪れるんだ。その際にバンガは外を眺めて、アルメンリッチと話をしなかったそうだぜ。どういう状況なのよ。もしかして、バンガは何か理由があって、話をしようとしなかったってことになるのかしら？そうだぜ、とりあえず、その場でバンガはせっかく自身の元に訪ねてくれた。アルメンリッチに悪いと思い、次の言葉を残しているんだ。現在はあなたと話すことはできません。しかし、あなたが3ヶ月後にここへ来れば、いろいろと話をしましょう。バンガの発言が難しくて何とも言えないわ。もしかして、バンガにとって話せないことがあったのかな？霊夢、いい読みしているぞ。実は、この出来事から3ヶ月後にアルメンリッチは、交通事故で亡くなってしまうんだ。え、そうなの。じゃあ、もしかしてバンガはそのことを知っていたから、話そうとしなかったの？おそらくその可能性は高いだろうな。
なるほどね。でも、私だったらアルメンリッチに事故の危険性について、話してしまいたくなるけどね。それで、ここまでのバンガの予言は、すべて過去の内容だけど、未来の内容は予言していないの？もちろん、予言しているぜ。そして、その未来の予言の中に、日本を襲う大災害に関する内容が含まれているんだ。それは気になるわね。さて、早速、バンガの未来に関する予言の話をしていくけど、内容がたくさんあるので、一部を抜粋して解説するから、その点はよろしく頼むぞ。了解。2023年に地球の軌道が変わるでしょう。2025年にヨーロッパは、過疎化が深刻的な問題となるでしょう。2028年に新たなエネルギー源が発見されるでしょう。2088年に人類にとって深刻な病が発生します。また、その新しい病気は、2097年に完全に治す治療法が確立されるでしょう。2100年に人工太陽が完成し、地球の暗がりを照らすようになります。2183年に火星のコロニーが誕生し、やがて、核保有国になり、地球からの独立を要求するでしょう。2273年に白人、黒人と黄色人種が、一つの新しい人種を形成します。2288年、タイムトラベルが可能になります。2005年、火星と地球の戦いが起こり、地球の軌道が変更されます。4304年に、どんな病気も克服できる方法が見つかるでしょう。4308年に突然変異により、人はついに自分の脳の 34% 以上を使用するようになり、悪と憎しみの概念が完全になくなります。4509年、人は最終的に紙と通信できるレベルに達します。5079年に世界が終わりを迎えます。ものすごくたくさんの予言がされているんだね。そうだな、でもこの内容はほんの一部なんだ。実際にはもっと細かくいろいろなことが予言されているんだ。5079年に世界が終わってしまうんだね。そうだな、予言の内容を信じればそうなってしまう可能性はあるけど、ものすごく先のことなので全く想像できないぜ。では、先ほどの予言の中で一番気になるのは、2023年に地球の軌道が変わるという予言だな。うん、確かに意外な予言だと思ったけど、地球の軌道が変わることが何か問題でもあるの？かなりヤバい問題が起きると言われているぞ。え、そうなの。具体的に言うと、地球の軌道が変わることによって、様々な問題や災害が起きると言われているんだ。そうだったのね。全然知らなかったわ。それで、ある専門家によると地球の軌道が変わると、火山活動が活発になり、日本では多くの地震が発生すると言われているんだ。え、日本は今でも地震が多いのに、今後地震が増えたらとんでもないことになってしまうじゃん。そうだぜ。だから、専門家の中では地球の軌道が変わると、日本は地震によってめちゃくちゃになって、しまうと考えられているんだ。やばすぎるでしょ。まさに日本崩壊だね。また、先ほどは紹介していないけど、バンガは近い将来に人工的に子供が生まれると予言しているんだ。え、そうなの。でも、それはさすがに SF 的な話だと思うけどね。確かに一見するとそう思ってしまうが、某国では、すでに試験的に運用が行われていると、言われているんだぜ。え、それはやばいわね。まあ、この情報に関しては、あくまでも一部界隈で言われているだけのことだけどな。そうだったのね。でも、もし本当にそんなことが起きたらやばいわね。そうだな、もしかすると近い将来に、新たな人類が誕生するかもしれないぞ。まさに新人類。それに最近では、GPS で私たちは全て管理されていると言われているから、今後の世界はどうなってしまうのか、非常に気になるところだぜ。まあ、確かにヤバい話だけど、私は監視されても常にコンビニにいるから問題ないけどね。なんだよそれ。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。